エネルギーに一番高いものなんですけど、当たって1万人というですね、人口を進んでいるようなところで、30億円の売上が立つビジネスが、一般的には70から80% というアクティブ地域の外に逃げていて、皆さんこんばんは、村上です。ドイツ在住のですね、ジャーナリスト活動をしてるんですけど、皆さんに今日からですね、いくつかの回に分かれてエネルギーについて、それから街づくりについてですね、お話をしていきたいなと思ってます。今日早速一発目なんですけど、キロワットアワーイズマネーということで、これ僕の方で本を書いてるんですけど、どういうことかっていうのを皆さんに簡単にご説明したいと思います。例えば、ある地域ですね、これ日本でもドイツでもどこでもいいんですけど、まあ、1万人ぐらいの人口が住んでる、エリアがあったと。これが地方自治体でもどっかの町のですね、町内で、どこでもいいと思うんですけど、まあ、1万人ぐらいあったとします。そうするとですね、日本の場合これ大体ですね、1万人あると3000から、まあ多い場合は4000世帯ぐらいあるのかなと思うんですけど、このぐらいの世帯の人がですね、1万人の人口の中には住んでるわけです。で、日本でもドイツでもですね、統計を取りますと1世帯あたりおおよそ30からですね、40万円ぐらいの光熱費、万円世帯ですねの光熱費を支払ってます。ということは1年間ですね、これ3000世帯あって、まあ、毎年毎年30から40万ぐらい、まあ、平均とって35万ぐらいとしましょうか。そういった形でお金が支払われているのであれば、売上がですね、立つ分がどのぐらいになるかというと、10億円というですね、非常に大きな単位になります。およそ、まあ、これ9億円なのか、それとも12億円なのかですね、いろいろだと思うんですけど、まあ民生の家庭ですね、民生の一般的な家庭の分野で10億円というですね、売上が立つビジネスが、エネルギーを消費するある、1万人のですね、地区においてすでに存在しているということになります。で、この1万人のですね、例えば地方自治体として、町内があったり、町があったりですね、どこかがエリアがあったりすると、民生の家庭だけではやっぱり終わらないんですね。小売店であるとかですね、あるいは役場、図書館ですね、それから仕事場等ありますから、民生の業務という部門でもエネルギー消費が発生しております。で、こちらもですね、おおよそ日本全体を平均するとですね、10億円ぐらいかかっていると。で、かつですね、まあ産業あります、輸送の分野ですね、例えば、トラックでですね、物を運んで、そこで製造業なりですね、建設業なり、ならばの形で、事業を行うようなですね、いわゆる産業というような区分の分野では、これもですね、大体まあ10億円ぐらいですね、お金をかかっているという形になりますから、合計すると、たった1万人しかいないエリアであっても、毎年毎年ですね、30億というですね、膨大な爆発的なお金がですね、毎年毎年これ、落ちているというのがミソになります。で、よく最近はですね、インターネット等のですね、いろんなサービスにおいて、定額制モデルっていうのが結構流行ってるんですよね。そちらの方がですね、まあ、投資家としてみれば、毎回毎回物を売り切っていくらというキャッシュインがあるような状態よりも、毎月毎月ですね、定額でいくら入ってくるというような方が有望だということで、もうネットの世界でですね、かなり、まあ音楽のストリーム配信であり、ビデオでありですね、いろんなところで、進んでるわけですけど、この30億円というのはそれに似てるんですよね。これ毎年かかるお金で、売上が発生するお金で、それは年によってですね、寒さの厳しい年が32億円ぐらいになったり、あるいは28億円ぐらいになったりというような多少の上下はあるんでしょうけど、基本的にはたった1万人というですね、人口が住んでいるようなところで、30億円の売上が立つビジネスが、毎年毎年チャリンチャリンと定額制モデルとして、こう、キャッシュインしてくると
というところで非常に美味しいエネルギーというのはビジネスであります。で、ここの分野でですね、一つ大きな問題なのは、こういったお金が売上として立って、そこでですね、地域の中の人たちが何らかの形で、その雇用、そのお金で持ってですね、雇用されて、何らかの加工を行ったり、付加価値をつけたりというような仕事をしてればいいんですけど、エネルギー消費ですね、これ、エネルギーの一番怖いところなんですけど、今の私たちっていうのは、基本的には稼ぎエネルギーに頼ってるっていう形なんですよね。ですから、基本的にはガス、それから石油ですね。石油製品。それから、まあ、発電とかそういったもので、石炭もたくさん使われるようになってきてますけど、まあ、石炭。で、まあ、ウランとかですね、そういったものも一部あると思うんですけど、こういったものですね、この1万人の、自治体の中で採掘するっていうことをしてません。ですから、まあ、多くの場合は、東京にある大きなですね、商社を通して、その商社、まあ、東京を経由して、で、この行き先というのは、海外になってしまうと。で、船で運ばれて、このエネルギー商品がですね、届くわけなんですが、その途中途中でもちろん、いろんな石油化コンビナート等でですね、高付加価値が行われたり、発電所で電気に変換されたりするわけなんですけど、この30億円、まあこの中身としたらですね、電気、灯油、ガスですね、それからガソリンとかそういったもので、消費されているエネルギーのうちの、一般的には70から80% っていうのが、地域の外に逃げていってると。地域循環していない。いうような形であるということが統計では分かっております。ですから、せっかく30億円の売り上げが立つにもかかわらずですね、地域の中に、残るっていうのが、6億から8億くらいでですね、この地域の中に残る6億から8億円っていうのは、まあ、こういったですね、エネルギーを販売するときの営業であるとか、電気の検針であるとか、あるいはガソリンスタンド、ガスの配達ですね。まあそういったようなところで、利益が出たりですね、雇用が生み出されたりするんですけど、残りの20数億円っていうのは、まあ外に行ってしまうというところが非常に大きな問題であろうというふうに思います。まあ問題であるというかですね、逆の立場というか、まあこういったものがですね、採掘してあるところに、所属する人にとってみるとですね、うまい集金システムができているわけなんですけど、こっちの支払う方から見てみるとですね、せっかく何らかの付加価値をつけて、お金を手にしたものがですね、地域の外に流れて、ほとんど地域の中の経済を潤していかないというような状況は面白くないという形で、基本的には保守的な農村部分からですね、このようなキロワットアイズマネーというような考え方でエネルギーシフトというのはドイツで進んできております。ですから、よく勘違いされる方がいるんですけど、そもそもの巨大なですね、今、再生可能エネルギーとか省エネにこう転換しなきゃいけないというような、そういったビジネスが行われているわけですけど、その元々をたどるとですね、90年代のあたりに、保守的な農村で、まあこうやって筒抜けにですね、海外でありですね、エリアの外であり、お金が逃げていくのに対して、まあ、うまくないというふうに思う人たちがいて、エネルギーシフトというのが始まってますので、まあ、この6億から8億円だけで我慢せずにですね、20数億円こっちに流している分をですね、1億円でもこちらの方に転換していく。そのために必要なのは、第1番に省エネ。まあ、エネルギーの高効率化っていう言い方をしてもいいと。ですけど、それから第2番目にですね、まあ再エネですね。この2つっていうのが地域の中でエネルギーを生み出すことができますから、この2つをうまく活用することによって、こちらの方のですね、経済に回ってくる方を大きくしていきましょうというのが、まあキロワットアワーイズマネーというようなコンセプトになります。ということで、まあもしですね、皆さんこの話に興味があればですね、この後も、いろいろですね、ビデオを続けて録画していきたいと思いますので、ご清聴いただければ嬉しく思います。それじゃあどうもありがとうございました。バイバイ。